スノーマン、シンデレラガール、生披露の裏側、プレッシャーがやばい、ハプニングも明かす。スノーマンの阿部亮平と渡辺翔太が、11月30日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま、文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。スノーマンでキング&プリンスの、シンデレラガールを披露した時を振り返った。阿部亮平&渡辺翔太、キンプリ、シンデレラガール、生披露を解雇この日の放送では生放送番組を見ることが苦手だというリスナーからのメールをきっかけに、生放送についてトークが展開した。生放送では踊りを間違えたり歌詞が飛んでしまったりハプニングもあるという話をしている中で、渡辺は、今でも覚えてるんだけどさ、と切り出し、スノーマンでキング&ピリンケの、シンデレラガールを生放送で披露した時を解雇。渡辺は、シンデレラガールは国民的な曲じゃん。それを俺らが担うってなった時に、プレッシャーがやばいよね、いっぱい練習しようね、っていうところでさ、佐久間、大輔が本当にぶっちぎりで一番練習してたの。本番ギリギリまで、と明かし、阿部も、偉かったもん、あれ、とうなずいた。